こんばんは、四千頭身の鈴木ろきです。2023年11月16日木曜日、この時間は僕鈴木がラジオ大阪のミクチャスタジオから生放送でお送りしていきます。中央分離帯に無許可で育てられたバナナが撤去されたんですよね。そうなんですよ。わけわかんねえな。仕方ねえ、ちょっと掘ってみるか。まあちょっと掘りたくなっちゃうな、これはさ。掘りやすいようにさ、開いてんだよ。タイトル？タイトルなんて、これ、中央分離帯に無許可で育てられてたバナナが撤去された。これお前、動物の森でいうさ、穴が一個膨らんでんだよ。掘りたくなるだろ。なんか化石かな、埴輪かなっていう。あれだよ、ちょっと気になるな。なんか福岡県の久留米市の道路で、そこの中央分離帯に植えられてたんだよ、バナナが。な、まずはこうだよ。シンプルに言うとこうだな。で、これが通称無許可バナナね。こんなのがスタートだよ。で、まあもういいわ、もうそれで面白いんだけど。そう、これ行政が植えた？いや違う、近くに住んでる50代の男性が勝手に3株植えて毎日2回水やりしてんだよ。2021年ね、これ植えたのはね、アドリブで植えたらしい。地域の50代男性がアドリブでやっちってんだよ、これな。行政とかならわかるよ、こう街の雰囲気をとか、なんかわかんない、特産品がどうこうでみたいな、街おこしのためにとかなら、まだギリ、まあ、通称無許可バナナって言ってっからな。行政なわけねえよな。なんでバナナ。なんか自分ちの家の前だけなんか味気なくて寂しかったから色を持たせたかったなって。なんでバナナだから。それでもまだギリわかんない、お花とかでもいいだろ。バナナってなんだよ。いろいろある選択肢の木や花やね。まあでも無許可でそれを勝手に植えてしまったというね、アドリブだよ。だから頼まれたわけでも、構成があったわけでもなく、ある日突然とっさに台本にないことしたんだよ。福岡県久留米市の台本にないことを勝手にしたの。肩書きがないんだ、あらすじが、そこに筋書きがないんだよ。で、それが、まあ、2021年だから植えたのが、なんやかんや2年とか経って結構でかくて、もう危ねえってのと、普通に危ねえ、葉っぱで、バナナだから、こう長くなりつつ葉っぱが横に広がってくだろ。で、危ねえって普通に。そう、危ねえの。ダメなんだよ。ちゃんとでかいの。ちゃんとでかくなるの。もう、実がちょっとなりつつ、2年経ってるから、実もなり出してるし、もう徐々に結構でかいで、多分、まだでかくなるんだよ、あれ。なんか見た感じな。で、まあ、そもそも道路法に引っかかんじゃねえってなって、これ。危ねえって、危ねえ関係ない。道路法で違うんじゃねえって。道で勝手に、分離帯だから、しかも。中央分離帯にバナナとか言ってんの、ダメなんじゃねえのみたいな。道路法が合うと、法律が違うんじゃない？もうそもそもこれって今。危な、ちょ、危ない、ねえねえねえ、違う、法律に合ってない。法律に合ってない、これは。危ないとかじゃなくて、違法なんじゃねってなって、まあ、これはまあ、だからまあ、じゃねって思ってるうちは、これはもうそのまま放置しとくわけにはいきませんから。じゃねっての置いといちゃダメだから。行政が、これもう住居を出してきて、ぐっそり引っこ抜いたんだよ。ぐっそり、引っこ抜かれたという。ね、わかんないけど。ならまあ、おさらばしたわけよ。2年ぐらい大きく育った。で、まあ、無許可で育っててた人がいるわけだからさ、その人が、こう、引っこ抜くときに、まあ、一応こう、撤去はしちゃうもののね、まあ、初めて収穫したバナナを食べたんだよ。で、無許可だけど、もうその人からしたら愛情を持って育てたからね。まあ、なんか味ぐらい気になるわ、食べた。で、食べたら、なんかすぐ吐き出すんだって。プッて、プッ、口に入れちゃう、プッ、で、乾ききったスポンジみたいだって書いてある。で、写真動画で上がってるの見ると、緑なの、まだ、ちっちゃくて緑で、なんか先っぽがなんか、パサパサみたいな、葉っぱが出てるみたいな、そう、くっとしょ、ぷっ、乾ききったスポンジみたいだ。2年間、愛情を持って育てて、ね、いや、それこそだよ、もう行政が言ってる、アドリブでだよ、台本無視して動いて、勝手
捨てにお別れの時、2年間育ててきた、いや、2年間毎日2回の水やりだよ。寂しさはあるよ、正直。その人からしたら。でもダメだからって抜かなきゃいけない。で、もう飲み込むしかない。分かった。それは仕方ない。ただ、味見だけはさしてくれ、最後に。いただきます。くっ、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 スポンジみたいだ。いやいや、最高だろ、これ。最高のニュースじゃん。そう。まだ食べれないから、そりゃそうね、青いんだよ。もうめっちゃ真っ青。ちっちゃくて。ちっちゃくて、アジアの一部で火を通して食べるタイプの。相当通な。相当通だぞ、これ。まだ、本来みんなが食べる段階に達してないんだよ。火通さないとだ。うん。見るからにわかるよ。もうなんか多分、見てわかる。いつも食べてる、俺たちが知ってるバナナじゃないと。でもやっぱ愛情があるから、そのままおさらばするわけにいかないから、食うしかない。乾き切ったスポンジみたいだ。寂しいよね。アジアで芋扱いするやつだよ。大量収穫ができる一部のアジアで。そうだから、まあまあ、まあ、っていうネット記事を見たんだな。まあまあまあ、香ばしいわな。なんかこう、面白いじゃん。面白いって言っていいのか。ダメだからね。やっちゃダメなんだけど、なんかこう、まあ言ったら大きく怪我人とかさ、大きくこう誰かに迷惑をかけたわけではない。まああのまま座ってたらもしかしたらそういうことになってたかもしんないから行政は撤去したんだけど、結果的にはその前に住んでるから、まあまあなんかこう、香ばしいわなというか、なんかこんなのも、あ、世の中こんな人もいるんだ、こんなこともあるんだ、みたいなね。なんか一種のこう社会を知ることにおいてはまあまあまあ仕方ないけど、ダメだけど、まあいいねと思って。で、それの、今のはこうネット記事としてまあ文章でバーって読んでて、これがなんかテレビの特集が組まれてて、まあね、まあちょっとなんか変なニュースだし、それ公式の YouTube に上がってたの。テレビの映像特集で。見たんだよ。な。めっちゃ面白くなかった。は？はい？むっちゃつまんない。面白くなかったとか、つまんない。最近見た YouTube で一番つまんなかった、俺。そう、不思議でしょ？なんかいい変でしょ？もう中央分離帯に無許可で、中央分離帯だよ、そこは。もう、その地域のメインストリートみたいなところだよ。そこのど真ん中に無許可で育てられたバナナが、そもそもあって。それが、しかも、撤去まで行ったと。で、しかも2年間愛情を持って育てて、で、まあもうね、愛情を持ったから撤去はするけど食べていいよって食べられたらすぐ吐き出して、乾き切ったスポンジみたいだ。で、文字だからさ、この人の乾き切ったスポンジみたいだって言ってる感情が悲しみなのか怒りなのかとか、そういうの映像でわかるわけじゃん。インタビューでそういう人の感情が。めっちゃ楽しみだったの。どんな感じで繰り広げるか。で、めっちゃ見て、くっそつまんなかった。これ俺はさ、その、まあ、あんま、なんかまあ、その、良くなかったことっていうニュースだから良くないんだけど、俺は正直ね、まあまあ、もうリアルなこと言うと、これ見たとき俺笑ったの、普通に。記事で読んだときは。笑って、ああ、ダメだ、笑い事じゃないよな、本当はって、冷静さには戻ったんだけど、まあでもじゃあ、映像だとどうだろうって。映像がもう全然面白くない。なんでなんだろうな。不思議なんだよ。文字面で読んでるときやっぱワクワクしたんだけども、映像は本当に、まあ3分半ぐらいですかね、動画でも。どんどん、なんか、1分ぐらい、まだかな、終わんねえかなって、ずっとこの、あの、YouTube のあの、タイムログのところずっと、なんだ、まだ半分もいってるのかよ、みたいなさ、一応最後まで見たからには責任持って見切ろうと思ったんだけどさ、そう、サビ、腐ってるとこも、あの、食ってるとこね、サビの。サビ、大サビよ。この記事で言う、メイン、もう一番クライマックスで言ったら、食べてるとこも、乾き切ったスポンジみたいだ。ね。みたいな。なんかね、緊張感がないんだよね。うん、なんかそう食べるシーンとかも、もっと変わった人がもうなんか変な感じで、なんかもうめちゃくちゃで、みたいな。揉めに揉めてとか、なんかもうなんかプライドのぶつかり合いみたいな。で、とにかく変な感じの話題だと思って、という想像で動画見たから、なんか面白くないんだよ。なんか。なんだあれ、なんかね、平和なの。なんか、まあ、だから、よく言えばね、安心して見てられんのよ。でも俺なんかもうドキドキしてたから、それ見る前。なんかね、そう、安心感がずっとあんのよ。でもなんかずっとこう、なんか、危、なんかまあ、
ってるよ、映像として、ニュース番組として。まあ、結果的に危ないことは起きてないし、危なくなかったですよっていうニュースだから、なんか、みんなちょっとこう、柔らかいの。ヘラヘラしてる。怖くも悲しくもないの。なんか、もっと、映像で見たら、なんか実は、みたいな、このインタビューで受けた人も記事にはないようなことを喋ってて、あ、本当はこの人の中でこんななんかちょっとグッとくる話があったんだで、思ってる映像と感動したなとかでもない。なんか、逆、なんか映像が文字に変わったというか、文字が多分ちょっと映像になっただけで、なんかその、なんかね、なんだろうな、ハードルがね、そうだな、記事、このニュースを記事で読んだ時に面白すぎたから、ハードルが上がっちゃったんだよな。なんかやっぱさ、撮っちゃいけないところでハマグリ撮ってる人とのこうバッチバチのバトルみたいな。なんか、プライドとプライドがみたいな、なんか、みたいなのをこうやり合うと思ってたの。あの、あれ、見たかったわけじゃないよ。そう、ちょ、勘違いして。そんなんがあってほしいなって欲しがったわけじゃなくて、ハードルの問題。こっちの、なんかこう、理想、を勝手に描いちゃった。良くないところでバーベキューしてる人がさ、まあ、川とかでさ、ちゃんと何やってんだみたいな、うっせぇーとかって言ってさ、なんかその、なんか、逆切れが始まる。正論をわーって言われて、見ろ、ここではもうダメって書いてあるのに、なんで、お前らでこの間もやってたなみたいな。で、仲間の前だから、あ、知らねえよな、俺たちみたいな、なんかその仲間と肩組んで、おかまってんじゃねえか、俺たち以外もいやみたいな、なんか、顔にモザイクがかかって声も変えられてるみたいなことイメージしてた。めっちゃ顔出てる。仲間の前だ。そう、仲間の前だから弾けなくなって。もう、後に弾けないから、なんかもう戦い切るしかないみたいな、とかで、みたいなこととかを、なんか、イメージしちゃったの。あの、どっちでもよかったんだよ。見たいわけじゃない。これ、勘違いしてほしい。これ、そう、そんなのを見たくって、みたいな、その、なんか、その、野じ馬じゃないから、別に。その、かなと思って、で、覗いただけ。だからまあ、ハードル、なんか無許可バナナとかってさ、まあ、すげえキャッチーじゃん。だから、まあ、もっと言うとこう、見たことないようなニュース映像、インタビュー映像が繰り広げられると思ったの。で、なんかその、見たことありすぎるというか、あ、見たことがあるというか、なんか、面白くないんだよね。いいんだよ。これそう、ほんと良くないね。うん、でこれが良くない。うん、面白くなくていいのよ。別に、だってそういうものじゃないし、あれが別になんだろう、コメディーじゃないから。ちゃんとしたニュースだから、こういうのってだから、良くないね。良くないね。本当に刺激になりすぎちゃってるというか、こういうのをやっぱ面白がってる場合じゃない。こういうのを面白がっちゃうみたいなイメージが立っちゃうことも良くない。ニュースとかゴシップとかを楽しんでるのって、もう、マインドが貧乏だと思ったね。完全に、マインドがもう、無許可バナナで、枠ついてんじゃねえぞ、タクは！どもねえな、春日や。無料で楽しめるものばっか使って、日常を乱そうとしてっから、お前。心が貧乏になってくんだ、ゲロ虫。あっち行け、頼むよ、お前。もう、なんだよ、もう。あっち行け、お前も。お前らもう本当に、無料でばっか楽しんで、無料でばっか楽しんで、金は出さねえのによ、文句言ってさ、なんなの本当に、無料で見れる、帰ってちゃんとエンタメや、え、ネットフリに金払ってるよ、だからつまんねえんだ、あんなことで返してくか、だからつまんねえんだよ、お前ら全部がだけじゃん、だけだろお前。ネットフリーにお金払ってれば、ね、全部のエンタメに口出しできると思ってるだろ。もう、その基準満たしてねえから、合格ライン、その、ネットフリーなんてお前、無料みたいなもんだよ。そうだよ、お前。無料だろ、お前。だけ見れるから。そうだ、あの、月額、あんな金額で、あんだけ楽しめるのは、無料なんだよ。あれを金払ってるっていう感覚がマインド貧乏だっつってね、アマプラもそうだよ。アマプラフール、ユーネクスト、全部そうだよ、別に。ユーネクスト、ちょっと高いんだよな。いやだ、ユーネクストちょっと高いのか。いや、すごいよ。でも、ユーネクストの入り方、すごいぞ。その、入ってる数、作品数な。ユーネクストすごい。ユーネクスト払ってたら言っていいわ。そうだな。ユーネクスト
ト払ってて、で、Unext 独占なんとかを見て、いまいちだったな、とかは、まあ、まだわかんないけど、一感想で自分の中で思う分にはいいわ。まあ、発信もそれがね、すりゃいいってもんじゃないだろうけど、まだまあ、それだけこう、普段から何かエンタメにつぎ込んでるわな。ただ、無料だから。アマプラ、ネットフリ、フールはもう、無料。ただ、あれ。ただ、全部サンプルで使えてんのと一緒。YouTube は論外。お前ね、YouTube で投げ銭とかしたことないだろ、だって。推しの誰かとかにわかんない。いたらね、いるかどうかわかんないけども、メンバーシップとか入ってないのにチャンネルの、その、なんか、運営について文句とか言うだろう。ダメだって。いや、届いてる、見れてんだからさ、いいじゃん、それで。何がいらないんだ、あと。ただのもので、心を満たそうとするから、貧乏になるんだぞ貧乏。マインド貧乏野郎がよ。本当に。マインド貧乏が一番救えない、もう無理だよ。マインド貧乏のやつってなんかもう、会話にならない。ダメだ、でも救えないよ、俺にはもう。ダメです、そんなことに文句言ってちゃう。だから、クルメは、クルメね、クルメだよ、クルメだよ。なら、まあ、そんなニュースがあったわけよ。無許可バナナね。クルメはね。クルメが無許可バナナなら、まあ、桜橋919がまあ、無許可ラジオだな。うん、うちは。シンパシーを感じたっていうのもある。あれを見て、あ、うちと一緒だなと思った。うち無許可でやってるから、やっぱ。あ、向こうはバナナ、無許可バナナ。こっちは無許可ラジオ。ね。ラジオ。なんだっけこれ、うん、総務省とかの許可取らずに電波出してんだっけ勝手に。どっちだっけどっちこれ、誰かわかる人いる、取ってる、どっち、内緒のやつだっけ、言わない方がいいんだっけこれ。内緒のやつ、なやいるな、今日。な聞こえてないよ、なやに。なんでなやに聞こえてないの。え、これだ、オフィスに流れないタイプのラジオ局。大体ラジオ局ってオフィスにも今放送してるやつが流れてんじゃないの。これなんで、ここのブースだけで止まってるの。なんで流さないの。なやが無視して帰っちゃった。届いてないんだ。え、もうすぐそこ、窓の向こうがオフィスになってるタイプじゃん、ここは。で、オフィスに流れてないの、そのスピーカーみたいので。普通は、ラジオ大阪のだよ。ねえ、ラジオ大阪の、え、どうなってんの。竹内は大阪の本社。竹内は大阪の本社で、何は今日、東京。届いてない。無許可だからだ。あ、無許可だからだ。そうだ、うん、あ、知らない。あ、私は帰んないと早く大阪に戻らないと。そうだ、無許可だからだ。どっちだろう。ラジオ大阪は許可取ってんのかな。だってちゃんと一応オフィスがあるから。あの、入んなかったんだけど、先週行って。でもオフィスは存在したから、多分。ちょっと待って、俺先週、ラジオ大阪行ってきたんで、大阪に行って。入れなかったの、真っ暗で。で、4階のフロアなんだけど、どこをどう辿っても、なんかビル、複合施設のビルの中にある4階なんだけど、その4階に行けなかったんだよ。許可取ってないんだ。やっぱりだ。先週ペーパーカンパニーとか行って、総務省の許可取ってないんだ。だからだ。電波法がどうこうみたいなやつが多分あるんだよ。ラジオ流すで、ちゃんと取んないとダメなんだろ。取ってないからだ。やっぱりだ。いや、確信に変わってる。自信が確信に変わった。無許可ラジオです、うちは。来た、これ。とうとうそこまで来たか。なんか先週は、なんかまあ、ここのラジオ局は、いるんだよ。なんか2週連続で放送終わったら、ほんとこの放送局の目の前の道路で外国人が警察に取り押さえられたりとか、なんか、なんか、会社が、なんか、めちゃくちゃ古いタイプのヒップホップ流して、重点音を響かして街中にね、ルーとかっていうのは結構アングラな雰囲気でやってんだよ。な。で、まあもう、まあ、そんなのはまあ、なんか東京スタジオだからね。とにかくアングラ。もう、柵横だよ、ここ。柵横。柵横だね。ジャンルはちょっと違うけど、その、柵横、うちはもう。ただ、もう、柵横とかじゃねえけど、もうさ、先週は、なんか、車から身を乗り出してて、で、その車から身を乗り出してる人は、警察に中指立てた外国人がこのビルの前にいた。すっげえ身に乗り出して、車から、警察に中指出してるね、って。
本当だぜ。本当。マジだぜこれ。本当。マジかと思って俺。俺地図開いて何回も現在地確認したもん。俺の知ってる東京か。なんだここ。外国人が仲良いですね警察に。こうやって普通車から身乗りして送って煽ってて、で警察に取り押さえられてる外国人がいたりとかね、まああるわけじゃん。これはな同一人物？それともその全部違う人？全部違う人なんだよ多分さすがに。いやすっごいよ。だからもう無法地帯だよ。無許可。無許可東京。もう、東京の中で、東京の中で何をしても許可が、唯一東京で許可が降りてない場所で、やってる。無許可東京である無許可ラジオが、ラジオ大阪桜橋919だな。そういうところでやってますよ。なんかさ、まあ、例えば、佐久間さんはさ、自分のことを船長だとか言って、なんか、やってんじゃん。オールナイトニッポン。水曜日ね、そう、昨日、海賊だっつって、海賊だっつってやってんだよ、ラジオ。やってらしいんだけど。いや、これ、どう考えてもうちの番組の方が海賊だろ。海賊すぎるだろ、さすがに。無許可なんだよ、だって。無許可で、勝手に電波乗せてんだよ。電波には多分乗ってる、なんか感想の声が届くから。でも、これ、許可取ってないんだから。海賊すぎだろ、さすがに。ここのオフィスも占拠してんだよ。いや、そう。海賊島みたいなもんじゃん。で、放送が終わって外出たらさ、外国人が警察に泣けるたってんだよ。海賊島じゃん。そこは海賊島。山の一角でこんな放送が行われているみたいな。じゃあ、やっぱ、ガチの海賊ラジオだから、ガチだからうち海賊としては。だから、言わないじゃん。俺らは海賊だって。だって、捕まるから。捕まるじゃん。それ、海軍に届かせないじゃん、わざわざ。俺たち海賊で今こんなことしてますみたいな。だから、コンセプトで言ってやってんのと、ガチでやってるのってもう、全然違うから。だいぶ違う。スタッフに、マグナムのタトゥー入ってる人いますか？うちにはいます。海賊です。はい、ミキサーは、韓国のハッカーです。はい、海賊です。はい。ブースの中でマリファナ育ててますか？はい、海賊です。はい、育ててます。うち、海賊です。うち、ずっと見えるうちに、はい、あります。海賊です。はい。マグナムタトゥーとハッカーとマリファナ、完全に海賊なんです、うち。だから、こう、海賊とか、何、会社とか研究所とかも言う？なんかそういうコンセプトでやってる番組もあるけど、あれもう全部コンセプトだから。もうなんかそんなの見立てて、なんかこう囲って、手で、そう、やることによってなんか聞きやすくしてる。なんか、とか、やりやすくしてる。なんかリスナーとの仲間意識とかを高めやすくしてる。こう、何かを安くしてるのよ。うちがガチ。うちはね、ガチよ。これだから、ガチってことは、もう、正直もうこんなこと今言っちゃってるからあれだけど、もういつ特殊部隊が突撃してきてもおかしくないんで。やばいぞ、これマジで。サットとかな？シットみたいな。そう、あんなのが、いつ来ても、急にこう窓の外にさ、ロープが垂れてくるんで、3本ぐらいな。シューって飛んで、あれなんだなんて思ってた間、次の瞬間には特殊部隊がファーッと降りてきて、ガラス強でパリエーシャーで、入ってくる、月で、足で、特殊部隊がこうガラス強で入ってくるの同時に、3人同時に白い煙出るやつを投げ込んで、ファーって、そう、ふわー、もが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 、シュワ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 、うわ、なんだとか言って言って、くそ見えない、前が見えないとか言って、その人たちがまず煙でな、もう充満するわけ、前が見えない。で、電気とか持ちで、そんなの投下も同時に、で、合図がある、多分そんなので、停電。電気、バーン停電。電気落として、で、真っ暗の中、煙だけが充満してる。で、こんなの合図に、今だーなんつって、入り口の扉からもうなんか鉄の丸太みたいなの、でっかいので、そーれダーンってぶっちゃぶって、盾みたいなの持った特殊部隊がドドドドドドドって入ってきて、そう、スララララって。で、もう、いつでも練習してるみたいな感じで、もう完璧なフォーメーションを組むんだよ。そう。で、真っ暗。で、煙で真っ暗。で、中には、なんか、レーザーポインターみたいな。真っ暗な煙の中でも多分、なんか、そう、特別なスコープで覗いたら、俺だけ暗視できるんだよ、多分。そう、ヒュン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 みたいな。レーザーポインターで、完全に狙われてるみたいな。で、俺は慌てる。もう完全に突撃来た。とうとう来た。で、囲まれた。ピンチ、慌てる。まずい。どうしよう。で、特殊部隊がブースの中に入ってくるわけよ。扉カチャンつって、タタタタタタタつって。で、外にいる、なんかそのマグナムタツヤンスが取り押されて、カッとか言って、もう完全にハッカーとかも、クソみたいなって、チクショー、ここまでかみたいな。で、ガチャンつって。で、俺は両手を上げて、ゆっくり交差のポーズをするわけよ。そう。わかったと。で、まあ、特に喋らずに。
もう諦めた顔して。で、催涙ガス、そのね、煙、白い煙が消えたら、ブースは空っぽなの。あれ？さっきまで手を挙げた人の声よみたいな。で、テーブルの上にプレゼントっぽい箱があるだけ。人はいない。どうなってんだ。で、さっきの取り出されたハッカーとかも、あれいないみたいな。で、こう、箱がある。その箱からは、時計のような音がする。カッチッ、カッチッ、カッチッ。それを見た特殊部隊が、シェット。で、で、構えてるんだよ。本当は俺がいた場所、空間に銃を構えてるんだけど、カッチッ、カッチッ。それを、カミルが消えて、カッチッ、カッチッ。シェット。時にはもう遅い。俺はすでに別の場所にいるの。で、上げた両手の、上げてる、手は両手上げてる。で、これの中指以外の指がゆーっくりと下がっていく。ゆーっくりと下がっていって、両手中指だけ突き上げて、バーン。そしたらもう、会社の外がバーン爆発、ブーン。で、高笑い。はっはっはっは。だいぶ前からいなかったんだよね。いなかった、本当は。そもそもやってなかった。これは違う。あの、みんな、それはね、あ、そのもう、これは特殊部隊がここだと思って突き止めて、もう何ヶ月も捜査して、やっとの思いで、ジョーカーを突き止めた。で、そのジョーカーが入ってるところに、入ってきたいいもん。ジョーカーって？え？俺のこと。あ、やべ。やべ、来た。やべ。やべやべ、隠しやってた。やべやべ。ちょっと思わず、全部の種話をしすぎて、やべ、全部言ってた。ジョーカー、まあ、まあいいわ。まあこの際だから、リスナーの周りに、あ、周りにね、まあ、俺のことはもう今日からジョーカーって呼んでもらって差し支えない。で、その、で、入ってきて、でも、突き止めたはずのこの情報は、で、嘘だったんだよ。で、これをだから韓国のハッカーが情報操作してくれてる。ジョーカーやっときましたよって、パソコンをちゃんと事前に見せてくれてた。警察の位置とか、動いてる位置とか。で、警察は、で、一回途中、警察が偽の、その、スタジオだと思って移動してる車を、俺らは別の車にすれ違ってる。なんかね、俺ら黒いバンの後ろでこうやって手組んでこうやって。シャンパン開けてる。そう、ピザの車、ピザの車か。なんかね、つって、ハッカー笑うんで、それ。完璧な作戦。これだよ。10万回、10万回見たやつな。100万、10万見たやつ。シェー静かです。静かです。もうこの時にはだからこいつはもう分かってる。自分の運命は。そう、自分の運命分かってる。でも、シェー、でも、こいつは多分、なんか別の時に、その顔に火傷の跡をつけながら、なんか復讐だからでもう一回出てくる。でもあれだな、シットで、シーツ、ボンで、みたいな。あそこ、シーツとボムで、画面割ってもいいな。それぞれの。そう、2面の、そう、画面割って、シーツ、ボン。で、会社を先に移しとくのかな、ずっと。会社を外から狙っといて、で、ちょっと間が空く。シェッポンって会社狙っといて、曲がって、ブーン一回、シートでかな、どうかな、シートで、あ、シートで一回会社の外観になって、で、ここで一泊あって、あ、爆発が起きた後に、中で俺が、バーンそれだ。それだ。で、最後、月のワンショットになって、月に向かって、はっ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 は、エコー抜けてか、あの、高笑い。うん、そうだね。シーツ、シェーツって会社の絵、一泊パン開いて、ボーン、バーンって、バーンこれだね。あ、こっちの方が映えるな。映像としてはな。綺麗だわ。演出しがいがあるわ。うん、だから、ジョーカーとは俺のこと、海賊ジョーカーこの番組は、海賊ラジオジョーカーパーソナリティは私、どんぐりたけしこの私を捕まえてみろ、私は、どんぐりたけしだ !C3PO、R2P2、TTKC、どんぐりたけし警察の皆さん、サキュリティーズ急にどうした海賊だからね急にどうしたえどんぐりだ卑怯な手を使うけどねあ髪型とフォルムが一緒だからちょっとどんぐりさん あんたには貸しも何もないけどさちょっと身代わりにスケープゴート見させてもらうよなんせ俺たちは海賊だからね何が何でも逃げさせてもらうよ
まあとにかくあの無許可バナナの映像は思ってた感じじゃなかったんですよ。そうということが言いたいんですよ。そうこの海賊ラジオではもうただそれが言いたかっただけで、ね、だからもう本当捕まるリスク負いながらだけども捕まるリスクあったんだけども本当無許可バナナが全然もうなんか面白くないとか違うねだからね。でもイメージと違ったってことをただ言いたかったの。ただ言いたいがために。今頃やばいな、ちょっとどんぐりたけしさんが狙われる。どんぐりたけしさんが、え、無許可どんぐり、こと無許可どんぐり無許可どんぐりはちょっとやべやべやばい。途中今年の R1 グランプリの何回戦かでどんぐりたけしさんの名前が急に消えたらそういうことです。皆さん察してください。これが海賊ラジオの運命だからな。ちょっとね、まあ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 、あんまりね、こうニュースとかを見て勝手にハードル上げるのは良くないね。無料で見ててね、それを伝えたかったがゆえの、はい、海賊でしたということで捕まるリスクを、え、捕まるリスクを負いながらもやっぱリスナーのみんなにはそうついてきて欲しかったんだよ、うちの船員として。そう、こんな無許可話を、無許可バナナってあるぞ、言いたかった、言いたかった。ただこれ聞いてくれ、俺は今から捕まるリスクあるってのをずっと思いながら無許可バナナのあのニュースを見読んで笑ってる時も、ただリスナーのみんな、この後俺は捕まるリスクあるんだそれでも届けたいと思いながらちょっと届けさせていただいたんでね、ちょっとぜひ忘れないであげてくれ、無許可バナナのことは俺がこんだけリスクを背負って喋ったこのニュースだけでもみんな入れて、脳の片隅に入れといてくれ、頼んだ。ちょっと捕まるリスクだけ怖いがこれあのミクチャの映像後でどんぐりさんの映像に差し替えといて、途中でどっかで、うん、こっち見つかっちゃうとやばいから、ハッカー頼むわ、これ。映像だけなんかちょっとハッキングして、ディープフェイクみたいにして、俺の顔、ディープフェイクみたい。髪型一緒だから、多分顔の面だけ行けばいけると思うんだよね。ディープフェイクしたのに、しといてもらえたら助かるわ。うん、ハンサムな方が。うん、ハンサムな方がどんぐり、どんぐりさんで。そう。単独がどんぐりさん。えどんぐりさん、ハンサムだよね。どんぐりさん、結構かっこいい。結構かっこいい。いろいろなんか、誰々に似てるって俺よく言われるんだけど、あんのよ、たまにネットでも。どんぐりたけしと妖精通信の続き似てねって。ちょっと嬉しいね。で、ちょっとかっこいい。おしゃれだし。キャシャで、おしゃれで、みたいな。結構鼻が高くてね。結構かっこいいんだよな、やっぱり。結構嬉しいんだよ。かっこいいなんかね。どういう作曲いけ、いけ、いけ、いけ。ごまかせ、ごまかせ、ごまかせ。では、それでは始めていきましょう。妖精通信続きの機能、桜橋 919! 改めまして、こんばんは。四千頭身の鈴木ロキです。好奇心が開花するエンターテイメントの架け橋、桜橋919。木曜日、私、四千頭身の鈴木がお送りしています。ねえ、わかった？聞こえた？海賊。言っちゃった？俺、海賊って。え？いる？まだ。まだいる？海賊って言っちゃった？俺。許可取ってないって、これ。ちょっとやべえわ、これ。来るかも。ちょっと、なやだけでも、そうだな。まあ、最悪、やっぱ、なや結構上の立場の人間だから、なやさえ渡しとけ許してもらえるみたいなと思うんだよな。え、これ、ラジオとかって総務省の許可取ってる？ちゃんと。取ってる？あ、うんって言ってるけど、首振ってるスピードが速いから、嘘だ、多分。もう、慌ててる人の。そう、本社。俺、本社行ったんだよ、先週の日曜。聞きました？先週の放送、先々週か。なんか、行けなかったんだけど、どういうこと？え、日曜って絶対行けないの？裏口があるんだ。あ、で、裏口があるって言っていいのかなって。いや、だから、許可取ってねえから、やっぱ、裏ってなんだよ。あ、やっぱそうだ、やばいよ、ほら、許可取ってないからだ。裏口、あ、今言っていいのかなみたいな。あ、ってたもんな、やが。うわ、これやっぱそうだわ、ちょっと時間の問題でない、うちが。この番組が、なんか、クールの切り替えとかじゃない、わけわかんないとかで終わったらそういうことだな。くそ。時間の問題だ、危ねえ。言ってしまったな。なんだから、海賊とかコンセプトで言われないだろう。これコンセプトがね、一番危ない。結局実は。俺たちは、海賊船とか、研究所だみたいなのはね、もう全然危なくない。健康的。全然健康的。好奇心が開花するエンターテインメントの駆け足。これは危ないね。超綺麗じゃん。めっちゃいいじゃん。ラジオの、なんかコンセプトとか、肩書きとして。こんな綺麗なのはね、何かを隠そうとしてるよ。だから、これすご、結構すごいですよね。桜橋っていう番組のタイトルが、だから、桜と、好奇心の開花でかけてるでしょ？桜と、そう、開花で、桜部門をかけてて。で、
橋、桜橋の橋は架け橋とかかってんだよ。だから、桜橋の中で、それを両方拾えるような、エンターテイメントの架け橋って、ラジオっていうね、エンターテイメントをこう繋いでいくためのっていう、素晴らしいキャッチですね。一見ね。目が光るぞ、これは。本当の海賊はね、こういうとこに隠れてますから。危ないんで、本当に。桜の木の下には死体が隠されてるじゃないけど、やっぱ綺麗なものの裏には何があるかわかんないんだから。こんな綺麗なの。逆にやりすぎ、これは。こんな綺麗なの。名探偵はすぐ目光らすぞ。いいから。ボジョレーが解禁されました。はい。ボジョレー解禁ですよ。これもまた一種秋の風物詩ですから。ジョルジョ・デュブッフ社のアドリアン・デュブッフ・ラコンプ氏は、イベントで、光り輝くルビー色、積み立ての果実を口に頬張ったような軽やかでフルーティーな味わいで、まるでボンボンルージュと言ってます。ね。まあ、わかんねえけど、うめってことだな。わかんねえ、俺には。うめんだろうな。相当うまいっしょ、でも。相当うまいって言ってんと一緒でしょうから。イベントで相当うまいって言ってんだって。うん、まあ、これも一期一会だわな、うん。どこの誰かは知らんけど、ジョルジョ・ディブッフ社のアドリアン・ディブッフ・ラコンプを俺は信じるから。一期一会だからね、ここで。まさかこんなところで出会うと思わなかった。ジョルジョ・ディブッフ社のアドリアン・ディブッフ・ラコンプ氏。信じるよ、俺はな。わかんないけどね。わかんないんだけど。解禁がで、まあ、もうすぐ日付変わっちゃうけど、今日の0時解禁だったんだな。これは どんかバカだな、俺は。解禁の瞬間をさ、どっかで飲んでさ、テレビに映るとかってアプローチがあったことに、ん、さっき気づいたんで、バカ遅いんだよ、いつも言ってるくせにさ、これ気づけないね。ネット見るチャンスだったのにな。後ろとかに映り込んで、どうですかって聞かれてな。めっちゃ美味しい。なんかね、解禁の瞬間ですけど、いかがですかなんて一口飲んで。ああ、こんなんなんですね。僕ちょっとワイン飲んだことないんですよ。これで、C3PORZBTTKC、ドクタクシー、アドリアンディブフラコンプ、サクルチーズ。ポーってやっとけばよかったんだけどな。ネット見えだったのにな。緑のジャケット着て、緑ジャケット着てやっとくっそだったのにな。ネットミーム慣れたかなそれ。いやー、でもアプローチやね。いろんな意味でアプローチ。そう。なんかこのどんぐり別じゃね。書き込み。なんかこのどんぐりブスじゃね。出たことない。なんか、ブスやん。なんか、コンディション悪くない？なんか大丈夫？なんか、どんぐりコンディション悪くない？あー、バレちゃうか。まあまあ、ちょっとそうだな。もうちょい、また一個、ちょっとまたもう一度敏感になっとかないとな。いや、誰か言ってほしいな、こういうの気づいた人は。これ解禁ですよ、とかってな。連絡くれたらな。頑張りたいんですけどね。まあはい、本日も生放送です。これメールね、募集しないといけません。参加していただきたいと思うので、今日はコラボしたいくらい好きなもの。先週のテーマメールです。先週読めなかったので、キャリーオーバー。あなたがコラボしたいくらい好きなものを教えていただこうということですね。はい。受付メールアドレスは続き、@obc1314.jp、tsuzuku で続きです。毎週5名で、毎週抽選で5名にステッカーをプレゼントしています。住所と本名をお忘れなく。この番組はスマートアプリのミキチャで同時生配信中です。スタジオの様子を見ることができたり、放送後にミキチャ限定のアフタートークも配信しています。さらに終了後から1週間アーカイブ配信でも見ることができます。ぜひミキチャでもご覧ください。旧ツイッター現 X のハッシュタグ、続き桜橋919。実況ボストする際は、ぜひラジコのシェア機能を使ってください。マンウィザーミッションで、Fly Again! 四千頭身の続きひろきです。あ、メールです。ラジオネーム。ジャスパー。無許可バナナの動画見ましたが、地方のほのぼのニュースとして扱われていて、なんか残念でした。そう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 なんだよ。そうなんだよ。まあ、ビッグイベントだと思っちゃった自分がいたからさ。いや、いいんだけどね。別に。それでいいはずなんだけど。ラジオネームありったけのピロシキ。福岡の無許可バナナですが、撤去された無許可バナナの3株のうち、2株が、庭にバナナが、苗ってあるのを家族に自慢したいという市内の80代の男性が譲り受け、残りの一株を無許可バナナを植えた男性が知人にプレゼントしたそうですが、もらった知人は誕生日プレゼントを持っていくからと連絡が来たら、バナナだった
とインタビューで話した記事がありました。そう見ましたよ、もう受け渡したところにね、記事も見た、記事も読んだし映像でも見た。で映像で見てあんま面白くなかった。言いたくないんだよ俺だって、もうちょっと言いたくないんだけど、もう別にめっちゃ面白い、めっちゃ面白い。記事ではね、そう庭にバナナを植えたの家族に自慢したいって言ってるやつめっちゃおもろいじゃん。しかも80代男性が、まあ、もしかしたらなんか孫とかがいてね、なんかこう喜んでもらうみたいなことなのかな。残りの一株を知人にプレゼントで、もらった知人も誕生日プレゼント持っていくかと連絡が来たら、バナナだったってめっちゃおもろいじゃんみたいな、なんか粋だねと思っていいねって映像で見たら全然面白くない。ちょっと面白くないとかダメだって言っちゃう。でもその本当にハードルなんだろうな、これ本当にダメ、これ本当だから原作中の良くないとこだよな。原作中だからさ、そう映像化こう自分の中の想像ですごい膨らんで完成しすぎちゃう。なんか80点ぐらいのイメージというかさ、完成をさせればいいイメージで120点で完成させちゃうからイメージを。ギャップがな、言いたくなっちゃうんだよな。俺たちも痛いからさ、やっぱ原作中、私痛い原作中で分かってんの自分でも。ただもう全然なんかキャスティングも違ったな。キャスティングも違ったし、なんか主題歌の雰囲気も違いましたよね。なんかね違ったんだよね。原作逆だから。逆？あ、そう。違うんだ。あっちが原作だから。記事が原作でしょ、それは映像化したんです。監督誰、監督誰あれ。映像があれがあったの文字起こし。なんかさ原作と映像でさちょっと話変えてなかった。じゃあ記事が悪いよ。ダメだよ。いやめっちゃやるタイプのライターじゃん、喋ってることとさ、なんかあこんなこと喋ったっけみたいな書き換えられちゃう、めっちゃやなライター。映像は本当はそうなんだね。ちゃんと映像が先にあったの、そういうの記事としてあれしてくれてたんだけど、映像なんかなやっぱダメだな、勝手にハードル上げちゃな。いろん全部見てから自分の中で総合的に比較しないと良くないね、本当に。見た上でだね、どっちも同時にちゃんと見た上、勝手に決めつけちゃいけませんよ。なんだんだ期待しちゃったな、申し訳ねえな、あのお父さんにも。あのお父さんもそんなこと言われる筋合い絶対ないじゃん。いや良くないことをしたことは確かに、でもしかもお父さんは別に反省してたし、ちゃんとあダメなんですね、ちゃんとお題撤去しますって言ったわけだからさ、歯向かってたらね、いやいやダメでしょそれはって思ったけど、歯向かってると思っちゃってたからな。いや残念だね、参ったよ本当に。ラジオネーム3タイガー、僕はプロ野球を見るために月額3700円のダゾーンに加入しています。好きなプロ野球を見ているにもかかわらず高いなと感じてしまう僕はマインド貧乏です。まあでもいやいやこれ立派よ、しかもスポーツ観戦全般とかってもうプロ野球1個でしょ。ダゾーンって結構いろんなスポーツ中継いろいろ見れるけど、プロ野球に自分は特化してなおかつ月額3700円はまあ高いなと感じちゃうかもしれないけど、もいいことよな、エンタメへの興味というか、お前はいいよ、さっきのやつはさ無料で見て、無許可で無料で見てんのに勝手に文句やつがいるんだよ、いいだろ無料で楽しんでんだから。なあミクちゃんのコメントたまにいる、無料なんだよ。ラジコのプレミアム入ってる人はまたちょっと違うよ、プレミアムでどこに地域でどこに行っても聞けるラジオを楽しみたい、でもなんかうーんと思っちゃう人があるかもしれない。ただミクちゃんとか無料で見れるっていうのにさ、ミクちゃんはいいですよ、無料で配信してくれてるのは嬉しいけど、それをさ無料で見といて文句どういうことじゃ、みんなやと思っちゃうけど、まあまあね、マインド貧乏です、そういう人たちはね、まあ仕方ないです、こればっかしはもうぐちぐち言ってもしょうがない、やっぱこっちが心廃れていきますかね。ね、あの三四郎のオールナイトニッポンでいじられてた、またなんかすごい言われ方だった、なんか俺だけは落ちてほしかったみたいな、四千頭身俺だけ落ちて後藤と石橋受かってほしいとかで、なんかそのニュース記事の写真からなんかチンポガムみたいな、まあ後で話すわ。やだったから、やだったこっちは言われたもんそれ。四千頭身鈴木ひろきの桜橋919。四千頭身鈴木ひろきです。メール、あ、テーマメールね、コラボしたいと思ってるもの、ラジオネーム氷枕、リプトンの青いパッケージのミルクティーが学生時代から死ぬほど好きで、30歳になって今でも毎日飲んでいます。今も冷蔵庫に1リットルのパックが4本入っています。はぁ、まあ
30歳になって今でも、だから10年以上いける？なんか、持たれない大事。すごくない？まだいける。あ、そう、マジで。いやいや、学生時代確かに飲んだ、確かに飲んだけど、飲みたい時あるけどね、その、常備ってすげえな。なんか、たまにコンビニ行って何飲もうかな、で、目に入って、あ、なんか久々に飲んでみたいな、とか、じゃないの。冷蔵庫に1リットルのパック4本を常時常に。いや、で、30歳すごいな、マジで。そんなにすご、何入ってる冷蔵庫に。常にはやっぱ炭酸水、炭酸水と、あと納豆、1日1パック食べる納豆、炭酸水、あとヨーグルト、梅干し。ごめんね、つまんなくてごめんね、つまんなくて。冷蔵庫の中、いやでも嘘つくわけにいかないから、それないから別に。ごめんね、いやつまんないんだけど、そうそう、自信ない。そう、いや、やり直して、やり直して。そうか、すごい、ごめん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 、一回ちょっと嘘、今のはなんかていうやつね。俺、冷蔵庫の中身、まずカメレオンの足と、カエルの心臓と、あと、サメの親知らず。サメの親知らず。うん。とかじゃね？なんか、あと、冷凍も入ってる。あと、氷。あと、氷も入ってるし、アイスも、そうそうそう。冷蔵庫によ。冷蔵庫にだよ。それ冷蔵庫なんか見てるから、冷蔵庫に氷入れてる。うん、氷。昔の冷蔵庫じゃん。上がね、上が。あの、すぐ、だから霜がすごい立つやつでしょ。霜でパンパンになるタイプのやつ。懐かしい。入れてる。懐かしくもないんだ。四千頭身鈴木ひろきの桜橋919。え、ちっちゃい子だね。うち、借金すごかったから、僕たち。借金すごかったから。この時間は四千頭身続き時の桜橋919をお送りしております。メール、ラジオネーム、カーブミラー。先週の金曜日の三四郎のオールネット日本ゼロで、まあ、もうそれね、分かったよ。うん。 M1 のネット記事に使われた鈴木さんの写真の顔がとてもふざけていると話題になってました。はい。あの顔を見て三四郎の二人は、スタートレックの宇宙人が剥いたチンチンの皮が戻らないようにしている、チンカワキープ顔だと断定し、同じ状況で撮られた別の写真には、マスクの時のジムキャリーがチンカワキープできずに戻ってしまった顔と言われてました。はい。この二つのチンカワキープ顔のモノマネで、細かすぎて伝わらないモノマネに出てほしいと推薦されていたのですが、いけそうでしょうか、いけそうでしょうかってなんだよ。いけそうでしょうかってなんだよ。どういう流しよ、お前からの。で、ラジオネーム、ポーション。鈴木さん、三四郎のオールナイトニッポンゼロで、鈴木さんのネット記事の写真が、スタートレックの宇宙人のチンカーキープ顔と、分かった、一緒だよな、お前。マスクのジムキャリーのチンカーキープできなかった顔をしていたという話になっていました。聞いた、今さっき。あれは2020年の渡辺エンターテインメントのオンラインの学校の説明会での写真だったのですが、なんでチンカーキープ顔してたんですか。いや、わかんないよ、俺だって。チンカーキープ顔ってなんだよ。ねえよ、そんな顔。チンカワキープの顔なんてわかんねえよ、俺だって別に。やったことも、自分で見たこともねえし。はい、出た、これ！記事もらった、今。なんだ、なんでこれなの？採用写真が、いい、なんでこれ使うかな、これ。もう、記事書いたら一体なんなの、これ。まず、なんで3回戦敗退が続出みたいなことで記事にされなきゃいけない。いいじゃん、そっといてよ、負けたんだから。で、こう、もう4戦通して宮下草薙コロチキカエルテラフ合格みたいなね、名だたる人たちのさ、パン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 みたいな、いいじゃん。なんで俺らとんなのよ。これはチンカワキープ顔かって。チンカワキープ顔だろ、これ。こん時向け、これ、いや、わかんない。久々だからな。ちょっとミクチャでやるか。できるかな。いや、ちょっと欲張ってる。ちょっと欲張ってる。いや、わかんない。俺だってやったことないもん。ちょ、ちょ、え？それは面白い顔だもん。徐々に、そうだね。ちょっとパッパ。目がやりすぎだよ。こんな、こういう感じ？もうちょっと自然かも、ね。もうちょっと自然？こんな感じ？こんな感じ？
違うな。違うな。じゃやったことないんだ俺。じゃ違うって何？じゃ俺がやってんだから。そうなんだよ。じゃ俺がやってる。俺しかできない表情俺がやってるんだから、もうその近いだけで。じゃわかんないって、俺だってその、今まで、はい、チンカ、はい、チンカは我慢後行きまーす。3、2、1とかでやったことないから俺。別に、こん時もなんか、いや、な、わかんない。いや、普通の笑顔もあったんだよ、こん時。ほんと、ちゃんともちろん撮ってたんだけど、なぜか、これが使われちゃっただけで、で、しかもそれがまたなんか、なぜかこういうニュースで引用されちゃうだけで、いや、だから、ほんとに正直これが出てから反省したの。で、なんか、まあ、何枚も撮るからさ、一枚ぐらいこうふざけてもいいかなと思っちゃったの、ほんときは。でも、この時のこの、だから渡辺太生のこの記事これ使ったから、あ、もう今度からはもう全部、どれ使われてもいいように笑顔で撮ろうって、この日から変わったんだけど、これはほんとふざけちゃってた、単純に。よくなかった。これ、後藤と石橋もよくないって。絶対に変顔じゃないの。ああ、そうね。まあ、ふざけちゃったって、その、大きく変顔しようと思ったわけどないし、なんだろう。みたいなこと？ちょっと違う。違うってなんなの？細かすぎて？そう、細かすぎて想定ね。だから、待って、もう一回。スタートレック？スタートレックの宇宙人のチンカワキープ顔？スタートレックの宇宙人のチンカワキープ顔。違うね。全然違う。いけないんだって。全然やったことないんだ。わかんないよ。スタートレックの宇宙人のチンカワキープ顔がまずイメージできてないのに、早いんだよ。言ってから。何って。スタートレックの何チンカワで、それをキープ、どういうことってやったら何はもう顔作ってるから。どういうことちょっと待って。待って、みたいな。初めてじゃん。こう、一瞬落ちるために、下が開いて戻るんじゃない？もう一回パーンって。端、パーンって。ああ、なんすかって。宇宙人ってチンカーキープするの？俺もうあれわかんないこといっぱいやった。わかんない、宇宙人が。同じ文化？学んできたものとか。なんか、わかんなかったな。なんで、あんなもうすごい嫌だった、俺。朝起きて。なんか夜か、その日の夜、あ、違う、土曜の夜かなんかに、桜橋でやっぱなんか見てたんだよ、エゴさして、今週の。ね？なんか、いつも通り見てたの、朝起きて。で、そしたらなんか三四郎のタグと一緒についてて、まあ、まずすぐため息が出たの、はぁ、あ。またなんかもしかしてと思ってみたら、なんか、いい話ではない、絶対にないから。で、三四郎のタグと一緒に、この写真、なんかそのコメントは特にわかんなかったね。三四郎とこの番組タグとこの写真が出てきた瞬間にもう完全させた、やられたなと思った。俺だって思ったよ。このニュースが出た時にはなんでこの写真なのとかって。俺も自分で思ってた。え？刺した。あ、もう完全にこの顔で遊ばれてると思った。チンカワキープ顔。いや、チンカワキープで、じゃあで、聞いたらチンカワキープとかまで言われてんだよ。いや、まだわかる。チンカワキープまでは刺してない。刺しないよ、別に。俺思ってないんだもん、自分で。いや、これ見て。なんだよ、チンカワキープの話じゃんってなんないし、別に。察し良すぎるよ。察し良すぎるし、だったらチンカワキープしてるよ、こいつ多分。それは思っちゃうんだったら。もう一回、なんの話してんだと思ったら。もうやだよ、もうなんで三四郎なんだよ。え？三四郎は方形だから笑ってんだよね、あれ実は。だからめっちゃ向けてるから大丈夫なんだよ、その辺。そこはね、そう、もう三四郎、方形なんだもん、二人とも。キープしなくていいから、そう、俺は別にキープしなくていいんだよ。ずーっと向けてんの、別に。向けっぱなしなんの、びっくりするよ。初めて、三四郎やっぱ方形だから、なんかその、傷つくんだろうな、プライドがな、その。そのあるあるわかんないもん、俺。何の話してんのと思って。だから、チンカーがキープしなきゃいけない時の我慢してる表情やってとか言って遊んでたんだけど、わかんない。俺そんな表情の作り方知らないし、キープって何と思って。だから向け続けてんだもん、こっちは。そうだよ。ついに。というならもう普通の顔なんだよ。そう。真顔。今。これと一緒。これ一緒。これが今、チンカーキープというか、ずっとこう。向け続けてずっとこう、今。向けてないから、うってなるわけでしょ？キープ、なんか耐えなきゃ、耐え、戻んないようにしなきゃじゃないの。俺はチンカが向けてる状態もずっとこうなんだ。別に向け続けてんだ。そう。オールウェイズキープだよ、俺。エブリデイ、オールウェイズキープ。毎日常にだよ。オールタイムでずっと。これでいいんだもん、だって。向けてるからね。そう、三種はなんか、じゃあ、
三四郎はあれ恥ずかしいよ、自分たちの癖さらけ出して配信もある中でさ、恥ずかしいね。三四郎はだからあらしいよ、こういう顔、俺のこの顔になるらしい。沈下をキープしなきゃなんかわかんない、戦闘とか女の子の前とかなんかちょっとわかんない、向けてることでカッコつけたいときはなんかキーッやるしかないんだよ、うーんってやるしかないんだよ。俺普通のままのこれでずっといられるもん、ずっと向けてる、びっくりするんだから。これはだからそうだね、だからこういう時にやっぱまあ生き我慢顔とかまだわかる、ただ沈下とかでやっちゃうと方形がバレるからやめた方がいいね。うん、味わえないからその気持ちは。俺には分かんなかったな、その感情が。だから共感できなかった。そう。三四郎ちゃんと洗えよ。キープしようとかってのは前にやっぱり汚れが目立つから、ちゃんと洗った方がいいな。いや、恥ずかしいね。やっぱ、どっちも、こう結構体大きいしね。なんかどっかでやっぱその向けてるみたいなイメージになっちゃう。あそこのスタジオくせえもんだって。なんかくせえ。なんかそのなんだろうな、あそこでしか味わえない臭さ、しかもそりゃそうだ、ほうき二人って洗えてないんだから。なんか臭いと思ってたんだって、布二枚通しても溢れてんだから、パンツズボンであっても溢れて、くせえくせえ三四郎の、いやくせえ、いっちゃん臭いもんだって本当。よくないよあれ、洗わないと、洗わせないと、ほうき顔、そう三四郎ほうき顔だもん。バレる、バレてるよ俺には。だからダメだね、洗わせないと。最後なんか入る前になんかシャワー一応あるでしょ、日本放送ってシャワールーム。そう、笑ってたリスナーもな。なんかそれでヘラヘラしてるとか、はい来たこの感じみたいな、笑ってたらお前ら全員包茎だよ。そうで臭い、洗えてない、洗えてないから、洗えてたらいいんだよ別に、全然洗えてないもん、洗えてない顔。包茎で洗えてない顔。で三四郎にいつもこんなさ、俺何をした悪いことしたことないんだよ、俺三四郎に嫌なことしたことないんだよ、三欲論と絡みたくないんだよ俺は、三欲論あの人たち絡みたくない。三欲論って何、三欲論って言ってた、三欲論って言ってた、俺なんか上がってた、途中なんか俺途中マージャン最後なんかマージャン上がってなかった、三四六ね、ダブルプレイ。4は、しかも2回2塁アウトにしてる。どういう、めっちゃ複雑だ、トリッキーな。346ね、346三四郎だよ、そうそうそう、頭の中で364と2回アウトにしてる。違う、三四郎だよ、三ロシー、三ロシーと絡みたくないんだよ、なんでだよ、もっとオードリーさんとかと絡みたいよ俺。霜降りさんとか、オードリーさんとか、夢で言うともうゲンさんとかもすごい憧れるよ。な、三四郎、マジラブ。まだ、フワちゃんがいいよ。三四郎だ、マジラブだなんてあんな方形連中によ。みっともないよ、一方的に言われて、ほんで。俺は別にあの人たちに何にも嫌がらせしたことないのに。怖いよ、ほんとに。なんなの、あの人らは。どういう、壁の連中だよ。壁の、中年層一個上の台がさ、ずーっとやってくる。そう。壁プラスオールナイトニッポン。ここがもうひどい民度が。壁とオールナイトニッポンで、なんかこうやってる時。そう。例えば、チョコプラさんとか、ねえ、わかんない、パンサーさんとか、ジャンプゲンさん、みんな、優しい、グッド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 、壁やって、そう、オールナイトだけの、だからまあ、そうね、別にフォアちゃんもそれこそいいし、オードリーさんとか、上野先輩、霜降りさんとかもね、全然、壁出てって、オールナイトやってるに違う、カスみたいな。本当に、ふざけんなよ、マジで。なんで？捕まえてきてさ、本当にずーっと言うんだよ俺。やったよ、怖いよ俺は。怖い、怖いよ、みんな経験したことないだろ。朝起きたら急にネットでお前チンカー我慢顔って書いてあるんだもん、人の顔と写真と一緒に。朝起きたら急にだよ。おかしいな。トークでいじり合ってとかじゃないよ。お互いなんか、ああだこうだ、いじり合って最終的に何だお前の写真とかっていう流れとかじゃないんだよ。朝起きたらって。びっくりするよ。もう参っちゃうな、なかなか。そうだ、理想通りいかねえな。まあ仕方ないけどさ。あと本当に、まあまあこれも言いたくないけど言うしかないっていうかさ、アイス食べたんだ。31。なんか2週前ぐらいに、X のやつね、そう。2週前ぐらいに言ったの、31の好きな味
とベスト3みたいな。で、ラブポーション31って言ったから、で、ラブポーション31を食べてないんだろうみたいなこと言って、俺は食べた。好きだから。味が言えなかった。味が言えなかった。どんな味って言われて、俺はちゃんとあの商品のあの写真を見ながら言ったら、写真みんな、ダメだ、写真みんなとかって言われて。いやいや、公式のだからいいじゃないですかって言ったら、お前食べたことないんだろうとかって言われて、だからもう、で、どんな味って言ったら、あやふやになっちゃったから、まあ、ちゃんと食べようと思って。食べたので、まあ、一応ね、こう、せっかくだから、ま、乗せようと思ってね、タグ付けてやったら、31ってタグ付けようとしたら、131って書いてあった。食べたことないんだ、多分俺。俺、行ったことないんだと思う、31。ティン。131。やばい、さすがに化け物すぎ。それ書いたんですよ。まだカップを写真撮って、このカップを写真に載せて文字で言ってるから、31って目の前に書いてあんの。で、カタカナでタグ付けようとしたんだよ。131。化け物すぎ、普通に。やってること。食べたことないんだ俺。X で。ごめん。マジで。でもなんか、やっぱこれ、いや、悩んだよ、一瞬。あげて何分でもなかった、気づいたな。ただこれ、追消しが一番やばいと思ったから。もう、それ認めようと思って。これで追消し、無反応もちょっと透かしてるから、認めよう。これ一回拾っちゃおうと思って。恥ずかしかったな。まあまあいいんですよ。すいません。まあね、ちょっとちゃんとしなきゃいけませんけど。まあ最近ね、なんかね、何週間前からね、成田凌くん、いや、俳優の成田凌くんと仲良くさせてもらってて、まあ、もともとちょくちょく、飯行ったりしてたんだけど、なんか今、こう、撮影と撮影の合間の、ちょっとした空き時間が、がっつりある時間で、なんか、時間あるからちょっと遊ぼうよ、みたいな。で、ちょくちょく飯とか行ってて、この間は、なんか、なんか、誘われたの。銀座フラグシップっていう、お店の、大きい商業施設の5周年。これの、ボッテガってブランドが、その5周年に記念して、ボッテガもお店としてイベントやります、みたいな。で、カバっていう、ジャンルのバッグがあって、なんかこれを、なんか大々的になんか展示しますよ、みたいな。で、なんか新作。ボッテガのカバっていうバッグ、そう。ボッテガのブランドのカバっていうバッグが、まあ、いわゆる名作として、まあ、ボッテガの顔だよね、結構バッグの中の。を、なんか新作もあれば。過去のアーカイブ商品なんかも展示してなんか楽しめます。で、これの一般公開日の一個前の日が、なんかそういう招待でなんか関係者の方にこう送った人は来て、ぜひ来てください。成田くんが招待受けて、で、これ一緒に行こうよって誘ってくれたわけ。ね？あ、いいんですか？みたいな。で、俺仕事と仕事の合間で、ちょうどその言われた時間が空いてたから、あ、行こうと思って。で、もっとお店の前で合流して、あったらまあ、普通に、じゃあ行こうかな。まあ成田くんはなんか白のスラックスに革靴でちょっとジャケット羽織ってるみたいな。で、中入ったら、やっぱもうそんな感じ。みんなこうドレッシーな。なんかちょっとワンピース、真っ黒のワンピースに、なんか女性だったらなんかサンダルも、なんか革のものでみたいな。綺麗な格好してて。俺なんかもうなんか、ま、普通に仕事行ってる合間に急に誘われたから、なんかフリースのハーフパンツに、なんか汚いスニーカーみたいな入ってっちゃって。で、なんか帽子になんか赤ちゃんがピースして、I love you grandfather って書いてあって。メッシュキャップ。いや、なんかちょっと違うけど、これはしょうがないし、別になんかなんだろう。ダメってこともないしね。もちろん、これはこれで、いや、ダメなのかな、わかんねえな、そのイベント。わかんねえな。ダメなのかな。で、俺の、一番、俺のファッションではあるから、なんかこれでなんか俺が、負け、なんかそれでなんか、こう、へこたれちゃうのもなんか自分のファッションだとして、俺は俺でこれで自信持って会えろと思って、まあ、行って、で、なんか、この、もともと招待くれた、成田くんのその知り合いのスタッフが、ボッテガで働いてる。で、その人がずっと案内してくれると。で、なんか最初入ってきて、なんかウェルカムドリンクみたいな、こう、配ってくれるわけよ。なんかシャンパンみたいな。まあ仕事があるから俺はソフトドリンクにしたんだけど。で、もらったりとかして。で、2階3階がレディースで、4階がメンズフロアだから階段上がってメンズフロアまで見に行こうみたいな。で、なんかちょっと挨拶交わして、で、4階メンズフロアとかまで行って。で、ブワーってメンズ商品が、そう。三四郎は来れないよ。お前らじゃ。そう。お前らじゃ、ボッテガー見に行けない。ボッテガーの関係者イベントに三四郎じゃ入れないんだよ。ボッテガーの招待イベントに来れない人に俺はあんなこと言われたんだよ。ドレスコードに、チンカ NG だから。そう。ドレスコードの欄に書いてある、チンカ NG って書いてある。罰引いてある。ちゃんとあるから、そういうのは。チンカワとか言って。臭いし、あと、臭いからダメ。だそこをわざわざ声かけ、わざわざ声、その、まあ、もちろんそうだし、成田くんから呼ばれもしないしね、やっぱ三四郎じゃね、やっぱね。そう。成田凌からちゃんと呼ばれてるから、俺は。それもある、やっぱり。
やっぱこれは自信持って言っていいんだよ。そう。チンカー被ってる人ダメ、NG、絶対入らない。そう。あ、ダメです。こう入ろうとしてるからビーってセンサーになる、多分。もちろん見せてちゃダメ。もちろん街中で言う犯罪になるからあれだけど、隠しててもセンサーでビーって反応する。あ、被ってますねって。そう、ドレスコードなんで。はい。向けててください。ダメです。向けててください。向いてからどうぞって。で、向いてからどうぞって、外に向いてきて、チンカー我慢が。ダメです。我慢してるんで。我慢してるのもダメだから。チンカー我慢がもうドレスコードで NG だから。いや、それはそうだ、やっぱり。みんなね、なんか、わかんないけど、綺麗な笑顔してるよ。なんか、ハニカンのようにさ、みんなこう、スマートなね、我、あの、グーみたいなさ、我慢してる顔なんて、みっともない。キープし続けれればいいよ。でもさ、入ってさ、商品とか見てるうちにさ、あ、これいいなって、緩んだ瞬間に、ズルンって戻ってくるだろ。で、もう、ここはーって思って、はい、向けたら出てくる。はい、出て。はい、出て。はい、はい、出て。はい、出て。SP!SP! 腕掴まれて。ちょっと待ってくれ、まだまだ、まだ向けてる最中なんだ連れてかれちゃう。そういう場所ですよ。ボッテガの話ですよ。チンカーとか合わせて被せちゃダメ。いろんな意味でね。ダメ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 。これはその話にチンカーを被せちゃダメ。その自向けてるかどうかっていうよりは、このボッテガっていうトークにこれは持ってきちゃダメだから。ちゃんとやらないとやっぱね。いや、気品高い、もう超高級ブランドですよ。もうエレガント商品ですよ。それ4階のメンズフロア見に行って。で、まあ、俺は、まあ、古着とかが多い。まあ、現行の、なんかデザイナーとかも買うけど、もっとこう、リーズナブルなものが多いから、正直、こんな高級なとこで買ったこともないしさ、わかんないわけ。で、まあ、成田くんもなんか久々だな、持ってが、みたいな、なんか、前にちょくちょく行ったんですよね、みたいなスタッフと話したりしてて、で、一応メンズの商品が置いてあるから、なんかさ、みたいな、買い物するっしょみたいな。いや、持ってがわかんないですよ、みたいな。じゃあ、まあ、感覚、一応俺らの感覚で、なんか、ここへ、ひそひそね。一番この中で高いもの最後にちょっと当てようぜ、みたいな。まあ、じゃあそれで、やめた方がいいっすよ、みたいな。まあ、いや、ちょっとやってみよう、みたいな。目利きってやっぱ大事。高いものを、ちゃんと高いって見極めれる能力も必要だから、みたいな。ああ、まあ、じゃあやってみますか、みたいな。で、スタッフさん、なんか、その、友達だからね、その人も。あ、じゃあ最後私が答えを教えてあげる、みたいな。あ、じゃあちょっとつけてもらっていい、みたいな。で、まあ、ラックに、L 字ぐらいで、まあ、ほんとバッグがメインなんだけど、まあ、服が普通にバーってアイテムコレクションがあったから、まあ、パンツ見たりとかしてたら、とあるグレーのパーカーがあって、なんかウォッシュ加工がかかってて、なんかゴマ塩グレーなんて言われてる。ちょっと目の荒いグレーのスウェットパーカー。うわ、なんか、ボッテガのスウェットパーカーだぜ、みたいな。こんなん着てたら行きじゃねって触ったら、なんか、ゴワってすんのよ。えとか言って。これ続きとか言って。これ、目の、上の、そのスウェット生地はフェイクだと。中がレザー。じゃ、普通はなんかフェイクでレザーが上に貼ってあってとかあるけど、中にレザー仕込んでて、これスウェット生地をフェイクで入れてるのみたいな。わぁ、みたいな。めっちゃ、さすがボッテガだな。これ、ちょっといくらか予想して、もうせっかく招待してもらって呼んでるから、外した方買おう。あ、大きく外した方、ピッタ当てるってむずいから、もう外した方ちゃんとこれ買って、息で帰ろう、みたいな。あ、なるほど。まあでも俺もな、これ持ってたれば、成田くんと招待で呼んだ時に買ったやつだっていう思い出として残るから。服ってばその良さもあるから。まあじゃあ、まあ一応やりましょう。で、俺はまあ、スウェットパーカーだよ。なんか、28万で予想した。いや、そんなするわけない、でも。そんなするわけないけど、やっぱ予想よりも、なんか、その、例えば、正直15万とかと思った。でも、なんか28万だって、だから、なんか、それぐらいに見えるわって言えるから、まあ、ちょっと上目。てか、だいぶ上ぶって。で、成田くんの様子を見ようと思ったの。成田くんが触って。42。いや、と思ったけどね。まあ、そんなしますかねみたいな。いや、ボッテガだぜみたいな。パーカー。で、まあ、成田くんも。でも、一応、だから、購入かかってる可能性あるから。いや、さすがにもうちょい下か、みたいな。35とか。いや、俺と正直15とかでもいい気がしますね。で、まぁ、あ、ちょっと、ひそひそ。いや、やっぱ、28と42で行こうってなったの。じゃあ、値札見るぞって。出して、せーの、パッて見たら、92って見たから。92,000。ああ、いや、でもだよって。パーカー、スウェットパーカー92,000、さすがだみたいな。そう、さすがに。92万、はぁ !92万、はぁ、どうしたん、急に。92万、途中で気づいた。見たことないゼロの数、はぁ92,000か。まあ、そんなもんだよな。ドルドルル、あ、92万、はぁ、あの成田亮も、持ってたんだけど、パーカー、うわって手離してた。うわって。で、92万だぜ。みたいな。
そう、いや、ちょっと、おいおいと。大丈夫か、俺たちの目。いや、すごいな、ボッテが、とかっつって。いや、すごいですね、とか言って、別のもの見始めて、成田くん。買ってないな、ね。92はノリで購入、成田亮とはいえ、もう、俺の方が外したけど、うん。いや、でもさすがに気使ってた。え、成田くんが買わないんだよ、じゃん、みたいなこと言ってたけど。うん。いやいや、買えないよ、俺だって。え、俺だけどね、大きく外してんの。いや、さすがに成田くんも気使ってたよ。みんな気使って、変な感じ、変な感じだった。え、みたいな。92だ、みたいな。え、なんかで、一応、いや、俺42、50も違う、ちょうど。で、俺だって28ですよ、みたいな。あ、みたいになったわけ。お前の方が外してた。でもいいよ、さすがに。さすがに。いいよ、さすがに。さすがに、俺もなんか、それで、お前に100万は使わせらんのよ。ちょっと不良すぎる、そう。それで、はい、続き外した、買っちゃってとか言って。いや、さすがに、さすがに、それは。まあまあまあ、みたいな。まあなんか、また、お互いこういうのをさ、変えたらいいよな、みたいな。いい兄ちゃんみたいな人だからね。あ、いや、そうですね、とかって。で、まあ一応、その4階バーって見て、で、なんか、4階まで階段上がってきたんだけど、なんか、5階もあるんだって。で、5階はエレベーターで上がったら、多分5階にその代表というか、まあ社長というか、まあ多分要はこの今、ボッテガの会社で偉い人が上にいるから、なんかちょっとぜひ、なんか挨拶していきなよ、みたいな、言われて、そのスタッフさんね、あ、いいんですかみたいな。で、5階上がって、上がったらまたなんかこう、わちゃわちゃと。で、そこはもう本当に、基本的にバッグだけがずらずら置いてある。いわゆるその、カバーだな。ブワーッと置いてあって、で、あ、はじめまして。開いたらすぐにいて、なんか、あ、代表、みたいな。成田、成田亮くんですみたいな。あ、どうも、役者やってます、成田亮です。みたいな。で、成田くんも、ちょっとこいつ連れてきて、みたいな。結構そういう時に、なんか、出してくれんの。だから俺とかさ、呼ばれた店じゃないから、ぶっちゃけ。その、ボッテガ側からね。ちょっとやっぱ、後ろめたいというかね。まあまあ、成田くん。けど、まあ、結構、いや、お前、もうあいつしとけよ、みたいな。あ、いいんですかみたいな。すいません、芸人やってますよ。ちょっと続きです。みたいな。こう、結構そういうの、ちゃんとやってくれるわけよ。まあ、粋な、気さくな方だからさ。で、まあ、もう、本当に、ぜひ、見てってください、みたいな、代表も。うちの、こう、ね、カバーで新作で出してるんで、みたいな。で、あ、じゃあお願いします、なんつって。もう、でも、ちなみにもう、本当にさっきの値段大外しで、俺らもその、もう値段感覚がどうとかはいい。まあ、単純に一流のものを見て触れて感じるだけでも、感性が磨かれるだろうと。言って、ゆっくり見ていこうと思ったら、そのスタッフが、ほら、あれじゃん、なり。なんか、りょうって言うの、りょう、みんなさ、せっかくこんだけ、カバーあるんだから、どれがほら一番高いかね、さっきのやつやりなよみたいな言い始め、バカ余計なこと言うんじゃねえよ、余計なもの言っちゃねえよお前みたいな、いやいやいや、まあまあみたいな、え、なんですかって、なんかさっきやっててみたいな、でね、ぜひみたいな、いやまあそっしゃで、なんかそんなやってたんですみたいな、すいませんねとかって俺らもね言ったら、あ、じゃあまあまあまあ一応やっていきますみたいな言った手前、代表も、いや、ごめんなさいみたいな、そうです、いいですか、じゃあまあ、じゃあどうせな、まあなんか変な感じになって、さっきやんだ、でもやるしかねえと、やるしかねえ以上は当てるしかねえと思って、そのカバーが何個も並んでる中で、もう通常サイズの 2,3 倍ぐらい一番でかいカバーがあるの、でっかいカバーで、これにもうってなる、あれです、もうあれでかいっす、明らかに違いますと、で、あれだなみたいな、あれですよって言ったら、あ、社長、あれは違います、はい、どうぞ。巻きが入ってる、やっぱりさ、早く終わらせないと、いくら黒いかなみたいな、俺まあでもバックだから、でもパーカーの92があるかな、でもむずいなみたいな、まあでも2、3でも代表、まあじゃあ同じ50とかカバンだしね、そのぐらいかな、あ、50出して、で成田くんもう2位のやつ、2位のやつ、そう、2位、そのぐらいで2位、そう、このぐらいで、それが2位になったの。2位ですよ。あ、じゃあ50。成田くんは、まあ、逆にも、じゃあ75。みたいな。で、パって、値段見たの。そしたら、パって見たら、15って、あ、15万か。いやいや、ほら、そんなもんですよ、バックなんて。1500! 1500! 1500! うちミスみたいな数のゼロ。ドラララってゼロが。はぁ、150でもない。150でもない。1500! 声を殺すのが精一杯。俺多分息我慢が起きてる、多分。声を殺すために。笑ってごまかす。だからそれこれね、1500万笑ってごまかし顔。多分、この時の顔。やばい、でも2位だよ。これで2位。で、なんかいろいろ。やばい。でも始まっちゃってる。まあ、あと1当てるしかない。で、俺はなんか、バック。まあまあ、すごいわ。さすがだぜ。
ボッテガだよこれが。いやさすが、もうなんかあっぱれ、お見事。でも1位当てよう。で、もう、まあ、言ったら僕も自分でまあ、ブランドやってる。別にそのね、格は違えど。で、成田くんなんてもう、そのファッションモデルとかから、そっちをプロでやってから、ハイヤーに上がってきた。っていう、お互い、まあ、一応そう関わってる以上は、俺らこれはもう、やるしかないと。で、俺は、なんか、レザーと布とみたいな、なんかいろんな生地をちょっとずつパッチワークしたみたいなのカバーがあって、これじゃないですかね。生地の数とか、あとなんか縫い方もちょっと、なんか違う気がするみたいな。これにしますと。おで、成田くんは、あ、都築これだわと。それはなんかバックのベルトが完全に革の素材。これ、ヘビ革。な、わやっぱちげえな、成田くんと。見てるな。これですよ。これですって言ったら、社長が、はい、そちらです。成田さんが言ったのが正解。もう、そう、ためとかないんだよ。やっぱ社長も早く終わらせてほしいから。はい、はい、それです。みたいな。あ、これ1900万。おもろ。成田くん伸びて、いや、お、高いっておもろい。いや、その、いや、聞いたことない金額を目の前にして、1900万の商品が、田舎で家買えるって、そこそこ立派な。それが、ここにあるんだよ。ラジオ大阪8個買えるよ。ラジオ大阪8個が、このぐらいのトートバッグになってるって思ったら、めっちゃおもろいの。うわそうだやっぱヘビ革使ってるからって。で、さっきワニの皮を使ってますけど、おダメだ俺って言ってたってごめん続き俺ダメだみたいな何やってんすかみたいな、ちょっとダメだなっつって、ワニ革、ワニ、やっぱワニ革、ワニ革のカバー、ワニ革のカバーがいやそうなんだ、ふざけてないんだよ本当の、ワニ革のカバーなんだ、カバーっていう名前がついたバッグだからね、もうややこしいんだけど。でなんか奥に編み込みのなんか展示があって、なんか編まれてるものが途中でぶら下がってるみたいな。で、要はそれがなんか、このカバっていうバッグを、まあ、なんか折り込み、レザーをこう編み込んでるんだけど、なんかそれをやってる最中の途中経過のもの。で、あれは、なんかこの、特にワニ側のやつは手作業で、職人が手作業で作ってますと。で、代表がこうさ、やっぱ自分のね、自慢の商品だから、まあ、設定プレゼンしてくれるわけ。あ、すごい、そうなんだ。機械じゃなくて職人が手作業。へー、みたいな。どれくらいで出来上がると思いますかみたいな。これ代表からね、興味として、これでは職人がどれくらい手作業でやってると思いますみたいな。いや、なるほど。手作業ですよ。バッグを一個ずつ繊細な革を編み込む。半年かな一個。だって1900万だよ。半年かけて作っての価値だと思って、半年。いや、さすがにもうちょい、あれな、3ヶ月。成田くんは3、俺半年。成田くんは3ヶ月。で、はい。2って出したの。その代表。2ヶ月。2ヶ月かーみたいな。首を振るわけ。2年?2年?やっぱ !1900 万だ!あ、2日です。2日かー!2 日だおー!振っちゃ下手くそだ、俺たち。もう、数字のインフレが止まんないから。ダメだ、めっちゃ下手だ。めっちゃ下手だ、と。やっぱダメだな。目利きってなかなかできるようにならないもんだな、みたいな。で、なんかこちら、ベネチアの工場で、ベネチアにアトリエがあるんで、みたいな。ぜひ来てくださいよ、みたいな。ベネチア?どこ?聞いたことある?言っていいの?アトリエに、なんかぜひアトリエにも遊びに来てくださいよ、みたいな。それね、俺行くぜ。なあ、お前、俺のフットワーク知らねえっしょ?俺知ってる?俺知ってる?行くぜ?ベネツィアぐらい、行くぜ?だからその地球上に収まってるうちは俺飛んでけちゃうよ、普通に。やっぱ大気圏超えないと、やっぱ。これ届くぞ、俺、と思って。で、なんか。ベニツィアの工場アトリエでみたいな、成田くんも手作業でそういうのが好きだから、なんか、な、俺も、ぜひ行ってみたいなとか言って、で、あれ今度ベネツィアに行けるかもしんないんだよなみたいな、その時に繋がってたらいいなみたいな。うわ、やっぱここに来て出るね、やっぱ成田亮くんもやっぱすげえカリス、言ってもカリスマよ、そんな、なんか一緒にグズグズしてたけど、うわすごい、なんかの雑誌の企画で一緒に組めないですかねみたいな、あ、どこどこだったら手を取ってくれますよみたいな、各所関係どころのとか名前聞いたことある雑誌とかわーって繰り広げて、なんかやっぱすごい人なんだ、やっぱこう、まあね、生きのいい兄ちゃんみたいに、ふんだん飯飲んだり酒飲んだりしてる、飯食ったり酒飲んだりしてるから、割と距離も近い友達だと思っちゃうけど、やっぱ、上の人だな、みたいな。でさ、そうそうそう。ね、俺は勝手に行くよ。
うん、住所調べて突き詰めて、あ、住所も言えなくて、俺探す自分で。俺街で俺アポ取って、その直談判でガンガン聞いて回るから、その年で。そう、裏口だろ、裏口だ、入ってんだよ。俺はさっき学んだぜ。なあ、さっき学んだ。俺はもうガンガン聞いて、で俺は現地で仲間増やしていくスタイルだから、やっぱり向こうでパーティーメンバー揃えて、ここだっていうの見つけて、俺は入ってくる。まあまあ日本の菓子折りに1個から持っていこう俺も。そっちは正体かもしんないけど、俺はついてくる勝手にと思いながら。ベネツィアか、いいな。ヨーロッパだよね多分ね、わかんないから。わかんないから。え、ヨーロッパだよね、そりゃ。知んないから。イタリアじゃない？ん？イタリア？イタリアっぽい。イタリアか。ねえ、わかんないから、ね、フランスとかの可能性もあるから、俺だから、その、ぽいじゃん。フランスもベネツィアがありそうじゃん。フランスにもある？ベネツィアは。まあ、日本のベネツィア。フランスのベネツィアなんてあるじゃん。隣で。言うじゃん。なんて、だって、だって近いでしょ？隣の国ぐらいの感じでしょ？イタリアとフランスなんて。でもさ、日本で言うさ、近いけどさ、日本の中でもさ、韓国に例えたりするじゃん。国が近かろうがさ、なんかその、イタリアの、新大久保、なんかその韓国みたいなこと言うから、フランスのベネツィアみたいなことって多分、あると思うんだよ。そこだけ間違えるでしょ、一応。フランスのベネツィアって言うでしょ。はっきりわかんないが。ベネツィアね。まあまあまあ。ヨーロッパ。そう、ボッテガがイタリアのブランドだ。ボッテガイタリアの、ボッテガがイタリアのブランド、よくわかんないでしょ。違う国。だってその、だって日本のブランドでも中国の工場で作ったりしてるから、そのなんか発注は違うのかなみたいな。発注先はね、デザイナーの拠点はそうよ。会議とか本社があるのはイタリア。そう、中国のベネツィア。あってもおかしくない。多分あるよ。あ、多分あるよね。世界的だから、中国の生産工場って。あってもおかしくないから。だからまあ、言うから、まあ、まあ、ベネツィアって言って、イタリアとは言ってなかったけど、まあ、多分イタリアのベネツィアにあるわけだから、まあまあまあ、そうだね。まあ、正体がくれんのも羨ましいけど、まあまあ、俺が自力で行くぜって、まあ一応、ちょっとやっぱそこがね、こう、せっかくだからさ、こう、出会った縁もあるし、わざわざこう来させていただいたからさ、ありがとうございます、なんつって。で、まあなんか、途中、まあ、ちょっと喋ったりして、まあ俺次の仕事があったから、まあ時間なしそろそろ行くか、みたいな。で、こう最後、お土産、みんな、長田で来た人たちにお土産をもらうわけよ。まあ、ボッテガの、イメージカラーである、ミグリーン。ん？だからこれ、カツサンド？カツサンドもらえるわけないじゃん、ボッテガのお土産で。違う、なんで、最後出てくときに、じゃあお土産です、こちら、ボッテガのカツサンドって、おかしいでしょ。え？違うよ。いや、もう、三四郎側の人？三四郎側の意見じゃん。え？ボッテガのカツサンド、ない？違うよ。ちゃんとそれは違うです。マイセンのカツサンド。違う違う。なんでマイセンの、じゃあお土産でマイセンのカツサンド出てくる。ボッテガがわざわざ。ボッテガ欲しいよ。こんなこと言いたくないけど。マイセン、あ、マイセンのってな。違うから、それ。フジテレビで番組やらせてもらったんじゃないんだからさ。フジで特番終わりにありがとうございましたとかじゃないんだから。余ってたの持って帰っていいですよみたいな。ケータリングで余ってたんでどうぞって、なんかどこに飲まるカニ袋に入れられてるやつじゃないから。ちゃんとボッテガの服ないって。ボッテガのなんかノートノートとなんかハンカチかな、ハンカチ、三角形のなんかそうノートみたいな。え、ステッカーのノート、ステッカーとかそのノートかな、入ってて、ボールペンとかステッカーとか。いやいや、それラジオの特典じゃないの。いやいや、ステッカーとボールペンとクリアファイル。やってないんだよ、クリアファイルとか、その、ノベルティじゃん。え？ノート。え、でもノート。ほんとノート。そう。ほんとにその書けるノートよ。でももらったお土産。クリアファイルでも変じゃない？え、クリアファイル変じゃないんだけど。いや、変じゃないんだけど。いや、そのペンとね、いや、ノート、ペン、クリアファイルとか一式入ってるとなんかさ、そのノベルティ感がすごいじゃん。一式揃っちゃうと。なんかあるんだよね。だから緑の。ん？ T シャツ？いや、ボッテカって書いてあった T シャツ。いや、じゃノベルティじゃんだから。ボッテカだよ。そんな。おかしい。いやいや、ややこしいんだよ、もう。いろんなの混ざっちゃう。それはそうだよ。それはボッテガか。ボッテガって入ったって。いや、ノベルティだろ。いやいや、それはボッテガだよ、別に。ボッテガだって T シャツ出して、メインの商品がもう訳わかんなくなっちゃった、俺も。
パーカー、パーカーね、ね、持ってかって書いてあったから、いや、ノベルティじゃん、その厚めの。結構なんか、グッズに力入れたやつもラジオじゃん。ちげえね、持ってかないんだから。グッズじゃねえんだ。いや、あと、グッズっちゃグッズだよ。グッズっていうか、アパレルブランドで出してるグッズってあんまさ、えぐいから、グッズ。差し入れ、あとそれ差し入れえぐいから。そう、俺さっき92万見てるから、パーカー。だからそこそこだ、それもなんか分かんないよね、いいねするか分かんないけどね、成田くんもらって、で俺の分もくれたんだよ、わざわざね、ありがとうございますなんつって、いやでもすごかったなみたいな、9パーカー90100近いぜあれみたいな、でセットアップで言ってたから両方パンツは見てなかったけど合わせて100、なんかだから合わせて150はするなみたいな、変えたらいいなみたいな、いやそうですねみたいな、いやでもやっぱすごいっすね、ああやってなんかベネチアがどうこうみたいな、なんかそういうだから都市の話とか、なんか前に一回ヨーロッパに行った時にみたいな話をすごい広げてたから、俺なんてもう点で分かんないよ、だってベネチアがイタリアかどうか分かんなかったんだから、そんなすごいやっぱ成田君さすがなんだやっぱりみたいな話をして、いやそうかなみたいな、いやいや全然よとかって言って、で銀座だから銀座にタクシー拾って、なんか次までじゃ乗せてくよみたいな、あれだすとか言って言ったら、海外の人が成田くんに声かけてきて、すいません写真撮ってもらっていいですかみたいな、さすが海外の成田寮、まあ、海外で映画とか出てるからね、おめでとうございますとかって言って、あ全然撮りますよなんて言ったら、その外国人が成田くんに、あじゃあつって携帯渡してて、そうベタかよお前なあベタかよいやめっちゃベタやん、ある意味世界的じゃん、アメリカンコメディの1個目、今日コメディ教科書1個目、1ページ目ピースしようとしたら携帯渡されて、あすいません撮る側ですよね、ベタだな、いいね、友達だなと思って、成田寮友達だわと思ったら、ね、やっぱいやすごいんだけどね、すごい人なんだよ、国際映画祭とかさいろいろ出てすごいんだけど、やっぱ友達なんだなこの人と思って、安心しながらやっぱタクシー乗り込んで、そう正直俺も撮ってもらえると思っちゃったよとかって言って、もういやそれはそうだと思いますよって移動しながら、そうベネツィアか、えこれ年始何日休みあったらいけるこれ何日でいけるベネツィア、四千頭身続き広木の桜橋919、四千頭身続きです、メールラジオネームユータブラウン、スタートレックガチ勢です知らないよ、スタートレックガチ勢来ちゃったよ、どうしよう、スタートレックの宇宙人ことミスタースポックは誰なんだよ、俺見たことねえんだよスタートレック、世代じゃないんだよ俺、ミスタースポック、スタートレックの宇宙人こと、こととか言うと分かんない、ミスタースポックは普段は無感情と言ってもいいくらい冷静沈着で頭もいい、都築さんとは真逆のキャラクターですが、7年に一度の発情期には感情の抑えが効かなくなり、まさに桜橋の都築さんのように大暴れします、都築さんもしかして発情期ですか俺じゃねえかお前ミスタースポックじゃねえか俺ミスタースポックって誰なんだよ、わかんないよ、スタートレック通ってきてないんだよ、なんと、そうミス、スタートレックの宇宙人ことってさ、そう、え、なんか、いっぱい出てくるじゃねえの、宇宙人がスタートレック、スタートレックだからさ、そう、宇宙で、あの、スタートレック、ね、宇宙、いっぱい出てくるんでしょ、ことって何、ミスタースポックの、だから特権なの、その、宇宙人の枠は。人しか出てこないの、そう、宇宙人ことってことはそうだね、そう、だからキャラクターのその、なんか、カテゴリーとして、宇宙人、だから、関係図で、宇宙人に属するやつは、ミスタースポックだけってこと、ここ地球人、え、そうなの、え、そうなの、俺はちょっと見たことないから、俺でも、もっと宇宙の話っていうか、基本的にはそういう、宇宙人がテーマというかさ、登場人物の基本人種は宇宙人なんじゃ ないの種族としては。ミスタースポックだけが、その宇宙人の距離を、え、こいつはこいつミスタースポックか、いや、こいつか。こいつはなんか見たことあるな。いや、見たことある。なんか、スタートレック見たことないけど、ミスタースポック見たことある、俺。いや、なんか、まあ、言いたいことはわかるわ。まあまあ、面長でね。ちょっと近しいものはあるし、まあなんか、冷静沈着そうではあるけど、こいつの発情期見てみてや。7年に一度どうなっちゃうんだよ、発情期迎えて終われって。いやいや、それ似てるけどさ、いや、わかんねえから、スタートレック知らない。見たことないな、ガチ勢って、まさかそう、ガチ勢が出てくると思わねえからさ、こっちも。
まあまあ普段から知らないことは罪だと言ってる俺だからさ、やっぱそのこいつを強くは否定できねえんだけどさ、やっぱちくしょう、わかんなかったな、わかんないんだよ三四郎さんが例えてくるもの、たまに世代全然違うんだもんショックだよ俺、知らないものに例えられてる間すごいいっぱい調べるんだから、聞きながら誰のこと言ってんだろうなと思って忙しいんで、だからこれ誰誰だこれ盛り上がってるけどみたいな。いやまあまあ似てる、まあ言いたいことはわかるし、まあ似てないとも言い切れないよ。あ、テーマメール、コラボしたいぐらい好きなものね。ラジオネームタイムリーエラー、僕はリンガーハットのちゃんぽんがコラボしたいぐらい好きです。わーいいね。僕はリンガーハットに行っても皿うどんには目もくれず、ちゃんぽんしか頼まないので、リン別にそうじゃない俺これさ、え、俺感覚間違ってたよね。俺読んでて、え、そのリンガーハット逆だったのかな。ちゃんぽんにやめ、間違いだろ。いやいや書いてある書いてある。これ今ミクソクで見したいぐらい。僕はリンガーハットのちゃんぽんがコラボしたいぐらい好きです。いい子じゃない。僕はリンガーハットに行っても皿うどんには目をくれず、ちゃんぽんしか頼まないので、いやそういう場所だと思うよ俺。まあ一応続きがあるわ。リンガーハットとコラボしたいわけではなく、リンガーハットのちゃんぽんとコラボしますでしょうね。いやそれはそうでしょ、リンガーハットのちゃんぽんが好きで、それぐらいだから、そうでしょ、俺が言ってるのはコラボしたいぐらい好きなんだから。別にリンガーハットとコラボしたいわけではなく、ちゃんぽんとコラボしますって、なんかその一回裏ついてるみたいな言い方してるけど、そうだと思って読んでるからこっちも。文章変なやつ多くねえ、なんかうちのラジオ定期的になんかやばいぞ、なんかやっぱり俺の責任か、パーソナリティに学がないとやっぱやっぱ入れ替わるじゃん、あなたも。俺も入れ替わる時ある、 よくそのごちゃごちゃってする時ある。ああそうね、三四郎三四六を三六やって、今も怪しかったしね、そうとか言うから、やっぱサーティーワンもサーティーワンだし、確かに俺はダメだ、責められないこのメールを。いや皿うどんにもうまいだろうけどさ、天一でこってりに目もくれずあっさりいきます。これはあ、なんかちょっと変わってるというか、あ、オリジナル、そうとで、あっさりとで、僕は、こってりではなくあっさりでコラボしたいです。天一であっさりコラボいけるみたいな話になるよ。僕はリンガーハットのちゃんぽんが好きです。リンガーハットに行っても皿うどんにはめもくれずちゃんぽんしか頼みませんみたいな。いやいやそうでしょ、別にちゃんぽんが好きって言ってんのよ、しかも、まあ、先にしかも、なんかその文章的になんかそっちが先に来んなのから、リンガーハットに行っても皿うどんには目もくれずちゃんぽんしか頼まないぐらいちゃんぽんが好きです。あーまあまあでもおかしいよ、だってリンガーハットの看板メニューがちゃんぽんなんだもん。そうその代表ねだったらあーみたいな、まあそうだな、商品数が多いか分かんないな、マクドナルドってビッグマックに目もくれず、エビフィレオが好きですみたいな。まあまあエビフィレオ、まあまあマックはちょっと違うか、な、全部いくもんな、くもんな気分があるような、あの商品数はな、551で肉まんじゃなくてシューマイあーとかね、そう数がギュッとされてる中で、あそっち行くんだとかは分かるけど、リンガーハットのちゃんぽんが好き、皿うどんには目もくれません、私は皿うどんなんて仕組みにも入りません、ちゃんぽんしか頼まないので。いやまあまあ多いんじゃないそういう人だからオリジナリティみたいな言い方をするには、いやいいんだ、あの全然テーマメールには沿ってるよ、うん、ただそのなんかそのいやそ書き方なんか俺変わってますって書き方してるからそうではないけどな、まあまあ好きなのはいいことだしね、全然リンガーのちゃんぽんうまいのもわかるし、コラボしたいぐらい好きという個性はいいですよ。ラジオネームキーマカレー、実家にいた頃から28歳の今までずっとフレアフレグランスの青の柔軟剤を使ってます。これ以外の柔軟剤を使うと酔って気持ち悪くなるくらい馴染んでいます。あ、まあ、匂いは酔ってそんな変わる、違うもんなのかな。まあ洗剤ってでも変えられないよな、なかなか。え、そういうもんね、詰め替えれちゃうし。いやでもそう、柔軟剤、ハミングかな、ハミングだった気がする、ハミングだね。で俺も何年も使ってんだけど、俺あのパッケージ剥がれちゃってさ、ずっと使ってるから、あのだからなんかいわゆる白ボトルみたいになっちゃってるから、なんか何か分かんない、結構なんか勘で買ってるたまにいや多分これ毎回多分これだよなと思いながら、しかもさ柔軟剤ってさ、やっぱちょっとだけ立ち悪いのがさ、全パッケージなんかすごい馴染みあるじゃん、だからなんか多分これって これいつも買ってるよなっていう言ってんだけど、えボディーソープはニベア、
ニベアが、ニベア、なんか元々はダブかなんか使ってたんだけど、なんか好きな配信者がニベアのボディーソープ使ってる男の子人っていいよねって言ってたから、それにして。どう気も一緒。来るし、やっぱ。なかなか結構しょ。結構来るし、やっぱ。そう。で、そう。で、それでチンポ洗ってる。めっちゃ綺麗に。めっちゃ綺麗にやる。それで。好きな配信者が、あの、いい、なんか、ニベア使ってる人いいって言って、そのニベアで激洗いするチンポ。くちくち洗う。ケツとかめっちゃ洗う、それで。頭はボディソープで。頭ちゃんとシャンプー使ってますよ。え？いや、使うよ。髪の毛はあるから、その、いや、その、いや、そうなんだよ。別に、肌っちゃ肌だし、皮膚っちゃ皮膚だけど、一応使えますよ。トリートメントも使うよ、たまに。たまに使う。それはいいじゃん、別に。で、違うの。柔らかさが違うの。坊主の状態で、ちゃんとトリートメントを定期的に使うか使わないかで、でもなんかね、こう、やっぱ、パサパサになるわけよ。坊主とはいえ。これはね、ハライチのサービスさんだけ分かってくれる。そう。同じ坊主。坊主はやっぱ結構いるんですよ。ちゃんと使いたい人。なぜか。どっかにね、ロマンがあるからね。何ですか？は、シューブリーズ。シューブリーズのシャンプーがあるんですよ。シューブリーズのシャンプー使ってます。で、トリートメントはなんか、引っ越しした時かなんかに、美容師の友達が、引っ越し祝いでくれたの。で、それ2年前ぐらいくれたやつなんだけど、たまにしか使わないし、少量でいいからすっごい残ってる、ずっと。なくないね。トリートメントのコスパめっちゃなくなってかない。シャンプーは意外とね、やっぱね、シャンプーは意外と多く使っちゃうんだよ。泡立ちが悪いから。なんか洗えてない気がしちゃってね。逆に坊主って意外と多めに使っちゃうんだけど。いや、そうなってますね。ラジオネーム。メカニカルタヌキ。僕がコラボしたいくらい好きなものは、ワイヤレスイヤホンです。はあ、これまで5台ぐらい使ってきましたが、機能や音質が良くても見た目や付け心地が良くなかったりして、理想のイヤホンに出会えたことがないので、コラボして理想のイヤホンを作り一生使いたいと思います。ワイヤレスイヤホン、まあ、使うけど、アップルのあれ、アップルのあれすごいですけどね。なんか誰でも合う気がするんだけど。そんなお前勝手なことってできんだっけ。そういうテーマ。まあ、そうか。かわいそうに。四千頭身鈴木ひろきの桜橋919。四千頭身鈴木ひろきの桜橋919、そろそろ別れの時間です。ミキトでは番組終了後にアフタートークもありますので、そちらもぜひ。そして、今週の放送終了後から1週間アーカイブ配信で見ることができます。メールです。ラジオネーム、ポーション。ベネツィアですが、日本からだと、途中、イスタンブールでトランジットがありますが、16時間で行けます。おー。12月28日のラジオ終わりの29日のチケットで、14万9千円。のチケットがありました。金曜16時55分羽田です。よろしくお願いします。お正月の、まあ、言ったら一番高い時期に、14万9千円？この28日の放送が終わったら、そう、正月までもう何もないと思われてる。尺だな。さすがにちょっと尺だな。毎年、わかんないけどね、今年は。毎年一応 NHK さんの方で呼ばれたりしてんだぞ、俺は。新年生放送。まあ、いけるに越したことはない。だから、まあ、もうちょい安い時期だったら、もしかしたら本当にいけんのかもしんないな。ラジオネームアルミカン。スタートレックのミスター・スポックですが、バルカン人という生命体の中の一人です。バルカン人には7年ごとにポンファーと呼ばれる発情期があり、ポンファー。バルカン人には7年ごとにポンファーと呼ばれる発情期があり、生殖活動を行わないと苦しみのうちに死んでしまうこともあるという性質を持っています。なので、7歳の時に婚姻、なので、7歳の時に婚姻関係を結ぶか、ホロデッキと呼ばれる VR 空間で性欲を抑えるそうです。本当？これお前、今作ったんじゃないのこれ。お前、それ適当言ってるだろ。それポンファーポンファーと呼ばれる発情期。いや、7年ごとに発情期があり、生殖活動をでいいじゃん。別にわかるよ。ポンファーと呼ぶの、それを。これむずいんだ、これはさ。これ今、俺、笑ってるけど大丈夫？
笑っていいの？いや、その、やっぱ、ね、強いファンの方もいるし、こう、愛が強いと聞いてるなんか、スタートレックのファンの方はすごく愛が強い作品への。スタートレックって、ファン怖いらしい。とかも言うのも怖いけど、わかんない。素直な気持ちで言って、なんかファン怖いらしい。大丈夫かな？これ、飛びたらいいから。大丈夫？俺はだって別に何にもしないよ。でもさ、いや、それずるいよ。だって、あ、笑かしに来てるもん、アルミ缶もなんかちょっと書き方で。これは笑うよ。だって、この4行ぐらいの文章のうちに、ちゃんとわかりやすくポンファーだけ書き方をつけてるのもこいつ。いや、ちょっともう、いや、思ってるじゃん、自分の中で。つぶきさんって、天使と、お前、つぶきさん、ポンファーですって。このメール、ポンファーがメインディッシュです、みたいな書き方するんだもん。あ、ダメです。いや、素敵な作品、知らないのに笑うってのよくないですね。ちょっとま、時間があったら見てみます。ちょっと。はい。というわけで、最後までお付き合いいただきありがとうございます。ここまでのお相手は四千頭身の鈴木ひろきでした。また来週でーす。